はいどうも、今日紹介するのはこちら、ユニクロとコラボブロトバンバンシューティングガシャットだ。はい、というわけで買ってみました。ユニクロとコラボのスウェットについたこの非売品のブロトバンバンシューティングガシャットですね。早速ちょっと開けてみましょう。中身がじゃーん、まずスウェットですね。はい、エグゼイドとゴースト。はい、一応通販で買って3000円ぐらいだったかな。はい、で出してみます。あれなんですよね、でもやっぱ子供用なんでサイズが M までしかないんですよ。だから多分私着れないです。はい、まあ、こんな大きさですね。はい、ゴーストとエグゼイドの結構リアルな絵が書いてありますね。はい、で下はまあこんな感じのスウェットです。あ、エグゼイドとゴーストの文字が書いてありますね。はい、まあまあスウェット、どっちかっていうとスウェットがおまけみたいになっちゃってますけど、目的はこっちですね。はい、ブロトバンバンシューティングガシャットですね。では早速開けてみたいと思います。はい、開けてみました。中身こんな感じです。まず説明書、非売品ですね。プロトマイティアクションと一緒でデラックスではないみたいですね。はい、電池入れてこうやって遊ぶという感じですね。はい、でもちろんあれです、組み立て式です。本体が黒で、こんな感じで、ここにはいスナイプがいますね。はい、でシールを貼ると。ではちょっと組み立ててみます。はい、組み立ててシールも貼ってみました。表がこんな感じで、裏横にバンバンシューティングですね。では早速電池も入れたんで光らしてみましょう。はい、ゲームクリア音とかはやっぱないですね。はい、こんな感じです。はい、じゃあバンバンシューティングと比べてみましょう。じゃあバンバンシューティング鳴らしてみます。はい、でプロト。違う、一緒なのかな。同時に鳴らしてみますね。あ、全く一緒ですね。テーマドライバーにさせてみたいと思います。まずはレベル1。はい、これも一緒ですね。じゃあレベル2。うん、ちょっと違うのかな。ちょっとじゃあバンバンシューティングのレベル2行ってみましょう。あー、やっぱちょっと違いますね。なるほど。じゃあ今度はレベル3行ってみましょう。はい、こんな感じです。ちょっとバンバンシューティングと比べてみましょう。
やっぱ違いますね。はい。じゃあ、こっち側にバンバンシューティングで、こっち側に黒と刺していってみましょう。はい、という感じですね。じゃあ次逆行ってみましょう。こっちにプロとこっちにバンバンシューティングいきます。はい、こんな感じですね。そしたら次はジェットコンバットガシャットでレベル3にしてみましょう。はい、いきます。はい、こんな感じです。はい、次は決め技スロットです。じゃあ行ってみましょう。はい、という感じですね。じゃあ本ちゃんのバンバンショット行ってみましょう。はい、プロトタイプの方がやっぱ音が少ないですね、こっちの方がね。はい、じゃあ次はガシャコンマグナムで必殺技いってみたいと思います。まずは開いてみましょう。はい、じゃあいきましょう。はい、やっぱちょっと音が少ないですよね。ポンちゃんの方行ってみましょう。ああ、もう全然違いますね。はい、まあこんな感じです。はい、というわけで今日紹介したのはユニクロとのコラボ商品、プロトバンバンシューティングガシャットでした。まあ、プロトタイプなんで、全体的に音が少なめっていうことなんですかね。はい、それじゃあ、またねー。